こんばんば白投票でごとい,いうことで今回はね札幌ですからね雪祭りでしょうねえまあ始まりましたね雪祭りのねあの雪の搬入あのちなみにあの12月31日雪ゼロです適切ゼロですゼロですゼロです,ゼロですって感じですよなので今回あの今まで持ってきてた雪 まあ、札幌行きまで行って言っても札幌の雪をも使うんではなく、まあ、ちょっとしたとこから持ってきたんですけどそれまあきれいな雪ですからねぶっちゃけ札幌市内にある雪よりは綺麗でしょということでうんねそっちから持ってきたんですけどそこの雪も不足してるとなんでこっちの方の雪から持っていくみたいなちょっと離れるんで走力かかるんですけど運営費はどう大丈夫ですかっていう感じになった時にはあの積立金はちゃんと毎年毎年やってるんでそれから持ってけば別に マイ今回の前足になろうが大丈夫っていう話らしいですうんねえそしたらね、まあ、こんなふうにザーッて、ね、トラックでね持っていくんですよねでトラックあの何台分持って,持っていくるのかってちょっと調べたらですねうんうんとねに大小約200基の鉄道やひょを作る予定らしいです200基また多いなみたいな感じですよねうんねあとねウポポイをイメージした 大雪像も披露されるらしいです、うん、ああいうの,あの文化施設ですね行、うん、きましたけどね結構狭いぐらいいろいろありましたうん狭くなるぐらいいろいろあるってことは結構な資料になってるんでしょう <laughs> っていうことですかねうんまあこれはあのー、は始まるのがあの大通会場とすすの会場は2月4日から11日までで 東区のスポーツ施設、都道部でやるのはなぜか、あのー、早いんですけど、1月31日から2月の11日まで開される。うん、ちょっと早いんで、まあ、こっちの方、でもこっち、ポツンポツンポツンでかいのが1個か2個か3個いあるのかな。あと、ちっちゃいのこう、あって、出店みたいな、こうあるから、まあ、ちょっとした遊びみたいな感じで、ああ、こんなのあるんだねって、早めに来る人は、そっち行って、旅行で行く人んかなって感じもしますね。 うん、あのー、雪ね不足してるんでどうなるのかなと思いまたけど普通にやるらしいですねうんそれとね「アナと雪の女王2」ってあの今エアでやってるじゃないですかまたあの、まあ、歴代最大の人作品いて、ね、まあ歴代ってね <laughs> 言うけどうーんって全世界でねもう収益はすでには13億2500万ドルですうわー <laughs> すげえなー 約、まあ、1458 14億円、1ドル110円換算で、うん、これまで1位だった前作、アナと雪の女王これうん、ディズニーの中だよね、多分ね、これね、多分。うん、アナと雪の女王が13あ12億8100万ドルだったから超えたと。で俺、これ笑ったのはですね、実はあの今日、歯医者来ました <laughs>。 してたらもしかしたら歯ダメかもしれないので、あの、入れ、入れ歯にするか、歯を抜いたままにするかっていう話です。歯抜いたままってお前噛めないよなぁ。入れ歯ちょっと嫌だよなぁ。めんさいよなぁ。テレビが、テレビが面倒くさいのがあれです。うん。で、そこで聞いたのは、あの、おばあちゃんが受付の人に、あ、あ、うん、なんていうあなた雪の,の面白いよねぇ。うーんって言って、受付の女の人に聞く、いきなりあの、話を聞いてたんですよ。だからうーんってそこまで良かったですよ。そしたら、おばあちゃんが、 ワンよりツー,ーがいいよねって言った時に、あの、受け付けの人、いや、雪の女王って言ったから、反応したわけで、言いにくい、見たかったと思うんですよ、受け付けの人。うん、なんか、ず顔つきしてた。うん。いやいやいや、したら、ワン、ツー見たけどね、ツーとワン面白かったよねとかって言うならまだ、ね、おばちゃんですからね、自分が言ったことも、おいおいと思いましたけどね。うん、おいおい、悲しいこと言うなよって思いました。うん。だから、引きずって何かなんか言ってましたけどね。 悲しい感じです。うん。だって見てないものは見てないって言えないもんね。しかもあのー、おばちゃんはね、病院ですからね、歯科医。歯科医ですからね、ちゃんと、客ですからね、あんまりあのー、変な反応するとね、困りますからね。うんで。そのおばちゃんが、私遅いね、遅いねとかなんか散々言うんですよ。しかもそのおばちゃん。俺、後から来たんだけど、俺、後から呼ばれてどうしようとかって、俺、腹ラハラしな,しな待ってましたね。そのおばちゃんに呼ばれた直後に呼んでくれたから、助かったーって感じです。それで、あのー、あとはもうね、あれですよね。今、びっくりしたのあのー、 アメリカ人の88%はテレビ視聴中に別のデジタル機器を使用しているって書いてあるんですあ。マジか。88%。ていうか、おじいちゃんおばあちゃんもしたら何かやってんのかみたいな <laughs>、うん。まあ、大変なスマホですけどね。スマホをやりながらながらっていうのが、あの、まあ、アメリカ人のながらみの実態って書いてね。ほとんどがね。うん、スマホとか、その他、メッセージを送るだとか何とかとか書いてますけどね。いろいろあります。うん。我々やってますよねとかって書いてますよね。 がらみはマルチタクサだって言うけどね、一日に起きるね、うん。でも、テレビの場合、見てるって言っても、俺、俺、ぶっちゃけとこうやってってあの、テレビこうやって見ながら、スマホ、もしも食べてたら、ゲームに集中してて、あんまりテレビの画面見てないから、あっ、いつのか画面変わってるみたいな。が <laughs> らみじゃねえよな、みたいな、うん。逆に、あのー、コマーシャルの時は、ポッポッポってやって、ドラマの時は、始まって、ポッって見て、うん、うん、おぉーとかって見てますよね。うん。長らみなるか。ちなみに、あのー、手で持ってるように、 今やってますけど、手で持ってるのは、大体あの、こっちのタブレット持ってますね。で、あの、こっちの方は、まあもちろん、こう、まあ、カバーでカバー立ててと。うん。で、手首に置いてます。これ2台ぐらい。まあこっちもあるんでね、2台ぐらい立ててます。うん。で、スマホを、スマホはあの、もう、ポンと置いてますね。うん。なんで、大体あの、こっちはあの、腹にのっけてますね。こうやってやって、こうやってやって腹にのっけてますね、こういう感じで。 で,で、こういう感じこううい感じかなでこううい感じで、なんかのクッションみたいなの置いてこうやっててこううい感じでやってますねで、たまにそマホ本音を思いながら「あーなんかメール来てるあーあああ」とか言ってああでこっちにイヤホンさせて YouTube 見ながらテレビを見てるみたいな <laughs> まあそんな感じのことやってますからねやべえなあってもう終わってるよなあって寝たきり老人と言われてもおかしくないよなっていうぐらいあの。 でながらやってますね。うん。でそういうことはまあやめた方がいいというのは確かですよね。ただななうんな,ながらスマホしまくるとなんか悪いことがあうのかといったらあるっていうのは書いてないかここには違うところで見ましたね。うん。ね。だからまあ数字の棒そうと思ったらたテレビの場合伸ばそうと思ったらね。うん。テレビの方またすアメリカ人でスマホについてるのかテレビ。うん。これはついてないですよね。これアイ。 iPod, タッチか。うん。だまあて、見ようと思ったらアイ、テレビは見れないけど、これ、ぶさけ、あのー、逆できるのかな ?iPad、Apple TV あるんで、そこからこう流れないのかなって、今逆に思いましたけどね。いつもこっから操作して、iPad、iPod、いや、Apple TV で見てるんですけど、操作してね、ここにあのー、ありますん、ね、で、こうやって操作。 これ操作できるんで,で。これでやってますけど、いろいろと。うん。逆すればやったことないな。でも、こっちで見ないもんね。うん。ちなみに、こっちで見るんだったら、ぶっちゃこっちで見ますからね。<laughs> うん。いや、まあ、ね、テ,テレビを、ね、でかくして見るんでね。こっちは、大画面といっても、あの、ええ、11インチですからね。まあ、着でこうやって見れば大画面。遠くで見ればちっちゃい画面になっちゃうけどね。うん。テレビもね、41、43インチだったっけ、うちのあまり大きいって感じじゃないですけどね。離れて見てればそんなもんです。 でも、50インチ買ったら多分ギリギリ受けるけど、きついよな。うん。ってことです。というで今日はこんな感じです。こんなね、つたないね、雑談込みであの話でよければ、また聞いていきたいとありがたいです。チャンネル登録お願いします。では、さよなら。